通常島とかランドとかアイランドと呼ばれてますがこれは売り場の中で四方からものが見えるというスペースですそれは常設展示では使うよりも特設展示の時に効果を発揮するかと思います例えば産直の商品を並べる時に普通の棚の中に入れてしまうと目立ちませんがここに なんとかフェアっていう言葉をつけてそこで選んでもらう商品によっては鍋物の時期になりましたと鍋物のディスプレイをしてそこに調味料だとかそれに関する商品が並んでるとそのような特別にここで売りたいという時にはこのランドというもの島と呼ばれてますがそんなものの活用も必要かと思います ですからこのランドも、えー、4種類か5種類の重機を用意しておいて、えー、やはり季節感とかそれから毎週毎週同じものがあものがだけ変わってるんではなくて、えー、重機も変わって作れるような仕掛けが必要かと思います例えば今日は雨が降ってしまったと、えー、そうすると行楽に行こうと思ってた家族は えー「お父さん今日どこ行こうか?」って子供に言われた時に「じゃあ今日は買い物に行こうか」と「お父さんが料理作るからと」と言った時にはこのランドのところにお菓子詰め放題の島があってもいいいかと思いますこのような事例も私たちは、えー、長年の経験の中で、えー、数百の経験があります。えー、そののにどれぐらいの 大きさでどれぐらいのことをしようかっていうのは設計図も用意してありますのでお気軽にご相談いただければスピーディーにご提案ができると考えております。